ね、そうあのね何だったんだろうでもなんかいつだったかもなったんだけどものぐらい私メイクをさその普段あんまりしないんだけどここ最近このイベントでコスプレしたりとかでメイクをしたんだけど多分毎日のようにメイクしてたからかなとか思うけどえそう夜配信ねどうしようかなって今考えてた。 はいそれもさんクッキー、やしみさんクッキー、田村さんクッキー、フレッシュチゴいない天野さんクッキー、マキさんクッキー、ありがとう、夏明さんクッキー、ありがとう、はいはいカクニプさんクッキー、ありがとう、あ、なんだっけなんか、確かにそうあんまりね触らないといいよね、そうよね、うんそうしよう、なんか、そう毎そう最近毎日メイクだから。 最近よくメイクするから珍しくトマトさんクッキーよしみさんクッキーありがとうなんかさ自分で買えれるやつなんか配信入った時にさナポチってやってさ押せるやつさなんかなんかちょっとクッキー入れてみた。クッキー やっつめてますとライブタグバレンタインよいしょ定型文そう昨日の L 変えてみた一個にしちゃったからそうだ三つまでできるから他に1個ヒ,ヒヒをまだ入れればよかった <laughs> これのい,やいいねそれはそう差がね <laughs> 差ができてきた なんか昨日の夜んおとといの夜で14万サとかでの16万サとかだから確実に差は離してこれてるからこのまま最終日まで頑張りたいですおはようおはようそうお肌ね休めるの大事ねお肌できれば今日休めたいなブル配信をどうしようかって感じかな。 くだけチョコとか作ってもいいなとも思っててトマトさんクッキーありがとうフィーセーさんに聞がけ <laughs> 先生に聞くカイトさんクッキーありがとうおはようおはようエスレモンさんクッキーヤークさんクッキーありがとうそう今回はクッキーだけがポイントになりますハマジさんチョコポップありがとうユーナチョコ作ってたえ一瞬だけ見たチーカーかなんかのだよねそうまあね 帽子かぶってるフードにくるまってる <laughs>。そうなのよ。<laughs> クッキー、クッキー、こうやってやってるの可愛くないこの子。とりあえずルービーさん、クッキー、ありがとう。ひらちさん、クッキー、ありがとう。 夜の配信がねまだ内容が決まってないからなんかあんないかなでもバレンタインのことしようかなと思うんだけどなんかねもしかしたら私あれかもなんかちょっといいいいいい話というか希望が見えてきたって話をちょっとしようと思うんだけどさ私13日14日さどっちも夜9時過ぎてからじゃないと。 配信できんって言ってて言たじゃんでね、本当は何て言うんだろうスケジュールみたいなのが私2個,も2個っていうか LINE のやつとアプリのやつとそのマネージャーさんと教室音が2個あるんだけどずっと片方では13日14日入っててでもう片方は13日15日が入ってたのね。だからあれおかしいなって思ってて見たら。 14日は消えて多分15に揃えてあったから多分マネージャーさんのミスかなそうそれかね何かあったのか分かんないけど14普通にできるかもしれないこれ13はもうあるんだけどレッスンが1314じゃなくて1315っぽくってそう見てみたらそうねそう。ねそう 本当にちょっと前までは十三1 4で入ってたのに <laughs> そう見直したら15になってたからえちょっと嬉しいみたいな <laughs> そうなのもうなんかちょっと希望が見えてきましたこれもなんかねなんかの。 縁かもしれない。なんの縁って感じだけど、ね、神様が見てくれているのかも。カズアキさんクッキー、ビガラさんクッキー、ガキザリさんクッキー、ひろっちさんクッキー、ニャキチさんクッキー、ユーバリさんクッキー、ありがとう。そうなの、朗報。重要化配信できそう <laughs>。しかも重要化何もなさそうだから。 で私もねそうううんてだろうプライベートでもバレンタイン何もすることのない人間だからそうもうもうね何て言うんだろう平日だから昼間とか配信できないけど朝配信してその後配信ができるのが17時からなんだけど高校生だから1 1時から22時の間に配信できるけどもうそこを17時から22時までもう本当に完全ぶっ通しで。 っっっちゃててもいいなって思ってそこをせっかくバレンタイン当日だし何か作る系の配信してもいいなとも思ってるけどでも最終枠ってなるとカラオケもいいなって思っててカラオケだったら本当にもう17時から20 21時までかでも時間的にまで撮っていやでも20時とかに終わって速攻家帰って家から残りの配信するのもいいけど。 そうなんか最終日をどうしようかなって思ってるえ乃木坂さんそう来週で選抜発表あるよね17時からもうぶっ通しでしちゃおうかなってでもカラオケボックスからってなると21時までだから部屋がだからその途中で切ってって話になるんだけどどうしよういっくんクキーありがとう そうプライベートも本当バレンタインすることない人間だから本当に <laughs> 悲しいことなんだけど本当にさねえ小貝さんクッキーありがとう丸もちゃんクッキーさとシさんクッキーありがとうそうカラオケボックスそうなのうんでもカラオケボックスはでもう最終枠はそうチョコをチョコいいなんチョコを作るのもいいなって思ったけど もうこれはでも絶対カラオケがいいなって思って一応あの席,席が埋まる前にもう予約,予約は取っといたからそうあとは何時に来て家帰って何時から最後22時までするかって感じメンバー内は15に十四あでも14の昼間とかに自分が作って15に渡そうかな15か。 そうだからなくなったでもねなんあの手作りが大丈夫な子ダメな子多分いると思うから難しいよねそうもうあの埋まる前に取っといた14日は何のためにそうそう点数は非公開系アイドルだけど <laughs> カラオケは好きなんよ もともとね岐阜に住んでた頃もよくカラオケ一人カラオケ行ってたからまあ友達とも行ってたけど一人カラオケが好きだからケンちゃんクッキーズーデッさんクッキー B 型めいろ1ちょうかなこれは何だろう何だろう B 型さんクッキーたくさんありがとうアンディさんクッキーおたあめさんクッキーありがとう ははよはよそうだから14日14日をねカラオケをフリーで撮ったけどそのフリーが終わる時間が21時だからそう何時に来て何時に帰って最後夜家からするかって感じ。 その時間がロスかなもしかしたらどうなんだろうはよおはよう。ねハウリングがしないようにしたい。昨日後半は全くしてなかったからうんほとんどの全部の音を一番ちっちゃくするしかないよね。不倫の割が21時だから。 どうしようかなでもその移動してる間とかがあれかなロスかな時間が。21時まで通ってその後使うってうのはどうなんだろうでも私さその高校生やから歩道時間ってものがまだ存在するんだけどさなんか歩道時間って県によって違うんよね。で岐阜県って 歩道時間10時なんだけど高校生は広島って11時なんやねびっくりして私前にカスミンが11時よって言っててえっうと思って昨日ね調べたの歩道時間が怖くってそう私もう本当に絶対に規則は守りましょうタイプの人間だからだから見てみたら広島は11時だからえって思って。 うなのほとんどのとこはなんか調べてみると11時ってとこが多いらしいから岐阜が逆に珍しかったんだって思ってそうなのそうまだまだまだ高校生なので <laughs> そうあの時間が決められております <laughs> そうなんですよ岐阜厳しめらしいです <laughs> 岐阜厳しめらしいですねちょっと。 本当にけ県によって全然ね違ったから時間みんなも調べてみるとね面白いかもしれない県によって違うの隣の県だったりしても違うんだよねこがやさんズーディさんやまじんさんラムーンさんルールさんぽんさんえー、とミスタらさんよしみさんクッキーありがとう そっっかで地域で買ってきてなるなほどねそういう方とねそう文芸に厳しいらしいいら岐阜はだから私今までその広島来て本当によっぽどのことがないと十時以降家出ることはなかったの例えば同期が体調を崩したやらとか本当にどうしてもことがないと出なかったけどあとはかみんなで集まってすることがあるとかじゃないとあ十11時以降まで大丈夫なのかと思って。 昨日ね夜確認しして知りました私はあれだった家の門限はなかった何て言うんだろうお母さんとか家族がもう私本当に <laughs> ちゃんそうルールをルールなんかそうやって規則を守って生きてきた人間だからそう信用されててそんな門限なんていらないよって言われてるタイプだったからなんか周りの子が文言あっても私は。 文言あったことがないかもまあ夜ごはんまでに帰ってきてって感じ「こっちゃんクッキー」「ジ吉さんクッキー」ありがとうそんなの「門限」っていう門限はなかったねそう岐阜は岐阜は10時広島11時ちょっとちょっとあれだね勉強になったよね 地域によって違うのは知ってたけどそんなあの調べる機会ってあんまりないじゃんだから昨日調べれてよかったかもあ青少年育成例いああるねあるね愛知23時ああじゃあ岐阜島隣だけど全然違う1時間も違う暗くなるの早いから <laughs> それはあるかもしれないどうなんだろう待って私さ <laughs> 9時20分にはうんうんうんあ十10時か10時までかよかった儲けない方が子供ちゃんと帰ってくるあ確かにね縛られるとそれを破りたくなっちゃうみたいななんか聞くよねそう「三重10時おおギフト一緒やん」<laughs> 一緒やん一やでも11のとこが多いって昨日調べたら出てきたギフト三重厳しいで 神奈川も23時おおやっぱギフト見え厳しめみみ <laughs> さんクッキーありがとうなるほどね10時11時以外のとこはないんかなどうなんやろう <laughs> 静岡23おおそうなのね静岡神奈川のとこ かなわ会いいたよーカナーは会えてないまあ今同期みんなと会えてないんだけどかなわ会いたいよここで6時ん <laughs> もできん <laughs> 関係ない今年中の中華街の観光ぎゅうごいのとなんだってどういうことうん <laughs> イーチェさんクッキーありがとう。 岡山も11なんやあ、そうなんや。ゆうなとひいたん。え、そうなのね。それは知らない。あつしさん、クッキーありがとう。ななまるさん、クッキーありがとう。確かに塾終わる時間が遅い子もいるよね。今日が逆に午前5時までほど大正大体9時。午前4時まで。あ、あるよね。朝もあるよね。朝も何時から何時みたいな。あるよね。広島のカラオケは。 あれだった電話して昨日いた店舗にねその行く前の日だからおとといに電話して聞いたら高校生は1人だと23時までの利用が可能ですって言われたまあ23時またらそ,のもうそのまま歩道時間になっちゃうから私はそんな長くしてないんだけどそうだからカラオケ22分までしちゃいたいんだけど歩道時間は大丈夫だし帰りは昨日もだけど安全に帰ったのにタクシーを使うからいいんだけどあのー。 フリーん時間が枠ん時間そのカラオケの取る時間がフリーのその時間が21時までだからその後の1時間を別で料金を払って追加できればいいんかなき <laughs> なりだったらかめっちゃランキング上がったじゃんファンズさんクッキーありがとうかなと会いたいよねめっちゃ。 歩道について語る <laughs> どういう枠本当に1時間延長してもあれだよね22時で終わるじゃんでもその後すぐ速攻でも体質浸といかんよね部屋をヘヘ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 時半とかまで取ったらお金ヘヘヘヘヘいヘヘい そうなの。おまわりさんと鬼ごくなんてしたことないから、ほんにおまわおりさんに。あのご迷惑をかけること、私はしません。<laughs> 追いつけるそう <laughs> 法律調べてたことあるよ。そう、二十三には間に合わせたい。確かに、十四だったら、確かにお迎え来てくれるかな、夜。 来てもらおうかかな、分かんなんい聞いてみようかなでも申し訳ない確かに確かに母ですやばい <laughs> 母ですやばい2歳しか変わらない仕事 もお疲れ様だ休区本当に決まったから本番の何日前4日とか前5日とか前とかに決まって本当にねうーん大変だったと思うソロコに向かってるいいですね私ソロコミチさんの広島に行こうと思っております姉なら通じるかな <laughs> このチャリで迎えに行くいちごとカラオケ行っちゃう ういちごさんはもうね成人してるからね全然あれだよね何時でも OK って人だもんねもう私も私も早く高校卒業したい <laughs> したいよ禁じられた人に <laughs> 歌えないいちごと何歌おうかなでもでも歌おうかな <laughs> 手間手間の涙ならいいよ <laughs> <laughs> 何歌えるかな一言でも二人の曲いろいろあるよね二人のユニット曲いつちゃさんクッキーよかのさんクッキーありがとううんうん 何があるっけ <laughs> そう四国でもそうしてるよねアンナさんの卒業前最後の四国は公演はあれでしょうあのマイキューさんとアンナさんだよねそうこうちゃんクッキーありがとう馬車で <laughs> 禁じられた2人はまだ早いから大変お示しもまだ早いからダメダメだよいイチゴめっちゃ曲詳しいもんだから私も知ってるそう じられた二人とかアイムシェアとかいろいろあるよねいろいろあるけどまだまだできません <laughs> まだま,まだ無理です <laughs> まだ無理です足が18を超えたらですハローわしやねんマイネームイズユイナ・アクダ Please call me union. これで合ってる優待離脱はねないのえそう卒業すると JQ ブランドなくなるのは悲しいかもキュンかあいよねキュンレインターンはまあ僕たイでやってるからそうシンさんクキーありがとうそうなの、ね、そう <laughs> おきまいさんがやってるねおきまいさんがやってる曲だね あれ披露された時って何歳の時なんだろうでもいろいろやってるよね確かでも2人の時はだいぶやってるよねあれなのかな2人の公演でもやるのかなどうなんだろう でも私はまだできません。でもでもぐらいでいいです。<laughs> 安全に日暮らしの声でも歌おうかな。苗のバナナも歌いません。歌 <laughs> いません。かわいちゃんクッキーありがとう。これはベアババヤクさんかな。チョコポップありがとう。そう。ねメドレーしそうだよね。

この曲私はできる気がしないからダメです。エジプトにいない <laughs> 家だよそう。うん。ダイエットなんてできる。誰ともしたくない。充電がない。充電がない。もう私は一人でするから。<laughs> 昨日、昨日さ、あの、なんだっけ、あれ。 日暮らしの子一人であったみたいに全部一人でするからで、ね、充電器だけ持ってくるよいしょおの家には超絶長い充電器があるのでご安心をもうこたつからベッドまで届く充電器があるのでよいしょよいしょよいしょだからねそう長いから。 お得意のどこでもボワボワしちゃうまあボワボワしちゃうはよ一応さんそうだね奈々さんのファンだからねそうだねそうだね可解は言えないけどそうだねそうだねって感じだね <laughs> 近ありのえー、そうなのそれは見たことないよ気になるだね寝る前本当に私は寝落ちするからいつも充電できないのよリア充それはなんか罪悪感がすごいから <laughs> それは罪悪感がすごいからできないそれだったらリア充ちゅとミンポンでしてリア充ちゅとミンポンでして みんなも見たことあるんかなそういうのコンサートとかでやばいめっちゃ仲鳴る <laughs> でも何があったっけ分かんないこういう話はいちごさんがおらんと分からんあんしはそんなめっちゃ詳しいとかじゃないんよあのいちごさんに教えてもらって 知るぐらいだからそうアボ,カアボカドでいい本当にアボカドしててアボカドじゃねえしあのあの人かわいいよねかわいい、ね、も,ももさんとサーヤンさんのねかわいいよねはよおはよう水色魂さんクッキーありがとう。 No, 私も本当に全然知らなかったけどいちごさんがに教えてもらったぐらいかなおはようおはようおはようはようアボカドねかわいいね衣装めっちゃ好きなんだよねめっちゃかわいくないブレイクラインさんクッキーありがとうのチョコレートああった昨日かなんか調べた時にちょうどあったわそう の失かわいいよねかわいいよねわかるよわかるよ確かにチョコの時期確かにチョコの時期だプーさん、えっと、チョコポップありがとうブレイクラインさんクッキーありがとうそうお腹が元気だいぶ元気だけど食べられるものを取りに行くのが面倒すぎる <laughs> そうあいうしらうん

動けない人間だから筋肉を触らせてよどれぐらいいかなあか曲ってさ ST40 やったらやったことないかなあれとかジッパーとかってないかなうんコンプライアンス的に そうもうから動けなくなるよねわかるあさってそうだよね <laughs> なんか衣装とかなんか見た覚えがないから多分ないよね悪気とかジッパーとかないよねやるってなったやるってなったで七友用の衣装がいりそうだよね本家さんのはちょっと難しそう ジッパーを中学生にはさせられません。無理です。絶対に無理です。<laughs> 無理です。そんなジッパーはダメです。もし二人が披露するってなったらもうそのタイミングで私は本当にちょ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 ,ちょ,ちょ止めに行っちゃうから絶対にジッパーなんて二人にさせません。絶対にさせません。そう、歌いたいやん。うーん。 かわい,い曲ではあるよ、ね、<laughs> そう布布を本家さんの3倍ぐらいあればそうえゆう,ゆうでならしてみたい私が成人してから <laughs> 私が大人になってから「ゆうでするならめっちゃいいよねおうち公演で「あ,あなるほどねゆう,ゆうはしてみたいねここ点だよねわかるわかる まあ今 h k でじゃなくてどこかがやってるよねそう言うならしてみたい2人はもう大人だからでも布は3倍4倍5倍ぐらいそうジッパーもうもうジッパーするとこないよっていう開けるとこないよって感じなんだけど はよおはようね、もうジッパーじゃないよこれは本当に <laughs> 本当にそう確かにでも可愛い衣装だよねでも冬寒そうって思う <laughs> そこって感じだけど絶対冬寒いあの衣装は <laughs>「マジラさんクッキーありがとう」やってみたい曲あるかな <laughs> うーんなんかあるかなおへそ出しの衣装ってだって STA <laughs> って何があるっけない何があるっけ スカートが短い手だけでは珍しいってなるもんジャカルタ知ってますもちろん NDT さんの逆マックス時かな好きなのは歌いたいねクリスマスやれてうれしかったないかな衣装としては忙しいないかなやっぱり NMI さん曲ねかわいいね「天使の尻尾そうだよジッパーやるよりもまずは天使の尻尾からいこう」 シメイさん、クッキー、ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。そうね、あ、へそ出しゼロなんだ。確かイメージが本当にいないもん。うん、おへそ出しは私も普段もしないからな。一回もへそ出しの服持ってないかも。 うん乗ってない山新さんクッキーありがとう今日はちゃんと寝れたぐっすりでしたよトイプ出してたかあなるほどねあ見たことがあるかもそれはへそ出して私ぐらいへそ出してないまだ出してないし出す予定もないあ安みさんのジッパー確かに見たいかも 確かに前まで写真集も水着が着られなかったんだっけあったよね千穂さんからだったっけ着れるようになったのそうだよねねああコンサートでなるほどねうーん ST の衣装なでもどれも素敵だよねうーんどれも素敵 そう天使の尻尾は見たいね中学生組見たいねそれはすごい見たいカモンカモンって感じうん <laughs> おはようおはよう確かにリネさんはね確かに解禁してたはず先輩方がこれからさあの正規メンバーさんからうん正規メンバーさんから3人と。 研究生の枠はどなたになるか分からないけどもう一人の先輩と2.5期さんの中そう4人あの写真集出されるじゃないですか楽しみだよねセルフプロデュースだから本当どういう感じになるか楽しみ楽しみです楽しみそうなの楽しみ シーサーさん、クッキーたくさんありがとう。えっ、ー、と、通勤休暇通過駅さん、クッキーありがとう。山新さん、クッキーありがとう。え、あいこじさん、確かに公約か何かで見た気がする。楽しみかも。<laughs> 楽しみかも。あいこじさん、私。お近づきになりたい先輩なんですよ。すごい優しいんですよ。あいこじさんって。結構話す方かもしれない。 そうだね <laughs> 中学生さんがもしなった場合は水着はないねないですえねカかりさんはそう海外だからね海外の海で撮ってくるってね素敵だよね先週先週見ちゃう <laughs> 私が出るのはまあわかんない出すのかはかんないけど わかんない出たら買ってね <laughs> 受け取ってねねえあかりさんとるく口さんとあい子じさんだよね楽しみ先輩方の なんか大体のさ何月に出るとか書いてあったけどさその場合ってさ全員同じ日発売とかになるのそれかなんか曜日は一緒だけど1週間ごとに分けて例えば1日に出して洋日目出してみたいな7人出してみたいなんかなのかどういうふうなんだろう全く同じ日でに出たりはしないんかなどうなんだろうその私はそれが気になっちゃった。 みんなどのタイミングなんだろうって思って「マウさん茎ありがとう」「ソロ経済とかあったら3冊あ確かにね確かに,確かに確かに確かに7年越しなんだへえタアメさんチョコポップありがとう確かに出費がすごそうどうなんやろうねその出版するそういチーム V さんから出るけどどういうふうに出るんだろうね研究生だけなんか期間が遅かった気がしたんだけど私見た時。 見間違いかもしれないけどどうなんだろうね何日に出るんだろうでも同じ日発売も同じ日発売でなんかちょっとねちょっと気まずいよねみたいなさわかるどうなんだろうね一1週間ごととかにあるんかなそうなのそう売上ランキングとかもやっぱりついちゃうじゃんこういうのって CD とか写真集とかってさ月ごとにかな とかかで出すのなどういううい風んだろうね気になるの原田彩也さんと話したことあるよ。は <laughs> よおはようえ研究者はそうね審査っていうのはどういうことをするんだろう,そう気まずいよね気まずいよね同じ日だったらそれがすごい私は気になってた最初の時から責任ばさんどうなるんだろうって思って。 ね。<laughs> なんでもなさファーストオペルパーソンウォッチング見てる <laughs> ワイズさんクッキーありがとうねどういうふうになるんだろう発売時期とか気まずだよねそれはすごくすごく気まずかもしれない 気まずだよね外れる一緒とかだったら確かに同時は同時でインパクトがあるけどもし自分がその3人の中の誰かだったとしたらできればずれしてほしいなとも思うねえ最終審査っていうのは二点五期さんがあのー、えっ、ー、とくるくるさんりょうつさんくるくるさんナーピさんのどういう感じなんだろうね24 これはフレットさんクッキーありがとう私は分かんない出せるのか出せないのか分かんないえね私もずっと3期も話してたけどこうやって個人で出すのもいいけど投げ坂さんのご棋生さん2月20日だけの発売のあのやつみたいにその木での写真集というかだったらねそれいいのにとかって話してたもはやね3期生に関しては りさこさんがそうまだグループにいる間にもう自分らで作っちゃおうってなって <laughs> 自分らで写真撮って作っちゃおうって話になるぐらい3期生は欲しいです3期生のがそうなの Q さんクッキーありがとうあ、はいこじさんのね写真集楽しみ確かに別部だとね助かるよね お金飛んじゃうよね、普通に。そうなの、二にい天国ちゃんもみんな見たい。じゃ、サンクキありがとう。ジャックさん、チョコポップ、ありがとう。ダメさん、チョコポップ、ありがとう。そう、セルフで。撮りたいよねって言って。カイトさん、クッキー、ありがとう。 だから自分たちで撮ってコピー機で印刷さし,してもう自分たちでホッチキスでポチポチってやってやろうぜって言って話して最低で話盛り上がったもん。<laughs> もう自分たちで作ろうよって言って自分たちならでも加工もできるじゃんとか誰かが言い出して <laughs> あのちょうどあのなんだっけななんは学力テストの前の話お話とかかなあの1億人バズレンドの。 話あのかなうのさそうあのなんだっけ二重加工が話題になったあの回の直後とかだったからそう自分たちで出せば二重加工もだ三重加工もできるよとか誰か言い出しても <laughs> そう面白いよねそうそしたらあのもう全員重要人そう自分が好きなようにすればねいいじゃんってなって。 もうね面白すぎるよね3期の発想ってそう加工写真集になっちゃう本当にプリクラになっちゃうからそうなのねそう自費出版だけどデジタルでいい物販でーるいいねそれを <laughs> おもろいの3期の考えることって村九さんクッキーありがとう <laughs> おもろいよね3期が考えることって 加工だね, <laughs> ねえ加工そうみんなしちゃうからヒラリー・ハットさんクッキーありがとう加工もねそう幻度をね幻度がありますからアンディーさんクッキーありがとう原型をとどめなくなってしまったらいけないのでよいしょよいしょおもろいよね サンキーでほしいよ。誰でしょうクイズ、そ,そこまではやばすぎる。そう、おもろいよね。山新さん、クッキー、ありがとう。そうな、工こうしないイメージ、本当に。<laughs> どうなんだろうね。はよ、はよビフォーアクター、おもろい。<laughs> あれでしょ、見開きで。右のページが。 ビフォ左ページが「あきた!」みたいな <laughs> こんなに見違えるほどとかなんか BGA でもつけちゃって <laughs> なんだっけ匠の <laughs> で,んでんなんだっけ出てこんくなっちゃった曲がそうなのそのま <laughs> いちごさんからなんかスタンプい,いちごさんからいちごさんからスタンプが来た最近スタンプしか送ってこないあの人変な人 こうね、しないね。ちゃんクらイだったチッキがかっこしすぎて誰かわかんないときった。ええー、そんなことあるやんね。やっぱり加工はねしすぎはだめだよね。結局加工したところで公園だったりお仕事とかで素の自分が出ることになるし。トマトさんかきありがとう。牛で撮影するのかなら岐阜城 <laughs> 岐阜城 な金,火金火山で撮っちゃうどこで撮っちゃおうなかなかは海はないからね岐阜ははよおはようそうなのよねそうゴミ出し忘れること私もあるよあるよ次出そう。 えこれから帰ってくるんかね東京公園でとこ本当にお疲れ様だよねそうに公園あったし本当にお疲れ様だ配信がなかったから見たかったけど見えなかったよ行った人は超レアだね行った人にしか分かんないじゃん じ4分とか始まっちゃう9時5分とかまでしちゃおうかな白川郷そう岐阜だよんきな本大変写真家自分で選ぶファンの作るああれか選んで作るカレンダー式みたいなあれに似た感じフォトブックソフトカバーの一冊線ぐらいで作れるから記念にはえー、作りたいかも作りたい普通に本当に同期でさ3期で。 形に残るものとかをどんどん作っていきたい MV も含めそう海なし県だから岐阜はあそう次の配信は14時50分からですそうですね14時50から15時20ぐらいまで30分ぐらいにしようと思いますあと夜の配信をどうしよう今日何チョコ作っちゃう 急すぎてどうしようえクッキー食べる配信もしたいクッキー買ってこよう昨日時間なさすぎて買えなかったからクッキークッキー本当はねクッキー作る配信したいけどーブンがないからね作れないのよ電子レンジ電子レンジしかないです回るタイプの岐阜城で水着はおかしいから本当に。 本当におかしいからそうなまりなまっちゃうあポキっていったそうなんかレンジで作れるうーんクッキーかパレントンかミスター糸のクッキー 美味しいよなクッキーったえ私いつったクッキーっったたえ私つ作り作りたいけど難しそうだから買うしかないよねこのギフトに似たクッキーとか売ってないかな一月模様とか右下のあるけど真ん中のハートのクッキーはちょっと探さないとなさそうじゃないそうだね長良川で <laughs>「あゆのつかみ取り」でもしてる写真でも撮っちゃおうかな <laughs> あゆのつかみ取り。 あ早すぎて捕まえられないけどあゆ美味しいよね岐阜って岐阜上での水着は本当に意味わかんないからそうなまりに私いつなまったっけなまった覚えがなくて怖い,いつの間にかなまってたのつかみ取りしたいわあゆの ミューポンハートのクッキー作ってたのみゆぽんちょうだいみゆぽんそれあかわいいからちょうだい <laughs> 無限回収それは魚触れる私アユとか釣りに行ってたもんアユとかイワナとかあそう釣りに行ってた海も川も釣り行ってたから全然そう虫さんつけるのもねできるよ私は虫さん大丈夫って感じ フフライパンデクッキーフライイパパンンククッッキキーーすごいなチューリップアートあいいねキソさんいいねキス山線公園だっけなんだっけタンタンさんクッキーありがとうえでもそこ行ったことあるかもそうアユの釣りもしたことあるよシャルヌムの加工で生って言われたのかもしれないかな,なんだろうギフベンどんなんなんだろうなんとかやもん,なんとかやで わかんないでもなんか岐阜ってなんか日本の真ん中の辺にあっていろんな方言が,まが混ざってるらしくってだからねそう難しいよくわかんないの自分でもおはようおはよう鵜いかうかいうかいか,か,いか,いか,いかなるほどね釣り堀ができたええー、したい釣り堀もね ボリは小学生とか保育園とかちっちゃいときに出てたそう君好きギフバージョンでやってたよそうなのそうなの良がな長良川をねそうだね使っていきたい積極的にそうだね<笑><笑>あたあめさんチョコポップありがとうあ先輩方写真集を出されるってなるとやっぱりさ瀬戸内 が多いけど他どこで撮ってるかな沖縄とかでも撮ってる先輩いらっしゃるんかなどうなんだろうやっぱり山口とか広島とかじゃんが中心じゃん写真集って他どこで出されてるんだろう先輩ってそう長良川有名そう瀬戸内とそう地元はそうやっぱりねもってこいだよね本当に先輩方どこで出されてるんだろうでも今度ね さんが海外からっていうのはすごいよねね一1位だから海外ってやばいよねおは海外どころかまだ飛行機も乗ったことがないので憧れますねもしかしたら人生初飛行機役の活動の中でのかもしれないよねはよおはよう 島根、ね、沖縄ああああああえ沖縄あるよねあっ張さんか沖縄あるよね鏡払いよ <laughs> ねあ沖さんが島根かええー、あ沖縄と広島沖縄は定番だよねあここはさ高知か高知かなるほどね四国の方でそうあやっぱいろんな場所から先輩方出してるんだ いいね素敵きたんぽぽさんきありがとう白川越高山とかああ確かにいいねそうまずパスポートを作るとこからなの私はねお沖さんへえなるほどね鳥取方法ね飛行機移動ないからあんまり新幹線バスが多いかなはよおはようそう57か どうして私配信時間遅れちゃってさ54回になっちゃったからさ54じゃない4からになっちゃったからもうちょい配信しちゃおう充電も今知ってるから大丈夫だしそうまだ飛行機経験ないよねでも同期全然でも海外行ったことある子全然いるんだよねすごってなる海外ねいいよねすごすぎるリポーター東京までならあ,あ 東京もなるほどプーケットえなるほどあ確かにツアーの時とかにあれば確かにねいつかね行ってみたいね海外とか飛行機も乗ってみたいしさやさんーーあ出身だからねそうまあゆいたはまあもちろんって感じだよねえ今度はあかりさんは 海外で撮られるしコちさんはどこで撮られるんだろうやっぱ出身県かな愛子児さんもだけど行ってみたい国わかんないわかんないどこがいいんだろう定番はどこなんだろう身内でオーストラリアに住んでる人ならいるし住んでたか住んでた何年か住んでた方がいたけど身内本当に自分の近い身内で。 だけど私は海外行ったことないからハワイ確かに定番もうユイタとかねいっぱい行ってそうだよねオーストラリアああやっぱそうなのかなそう どこがいいんだろうね初海外うん。あそうだね7並べので5人5人だったっけな韓国行ってたよねいいよね韓国は私友達に誘われてるそつあの東京ちゃんに <laughs> 東京ちゃんにねこう2人とも同じ 同い年だから高校卒業の記念で韓国行こうよって誘われてるゆいちゃんはそう絶対ハワイ行ってる絶対行ってるメルボルメルボルどの辺だはよおはようおはようチラも私チリもあんまり得意やないからねチリチリチリ歴史もなんだけど。 社会と英語が苦手系ですね東京ちゃんはち海外は全然行ったことあるから何回もあるかな多分だから全然全然全然って感じ田辺さんきありがとうその前に私はまだパスポート取らなきゃなんだけどさそうチリチリってあれやほ細い細いとこだよね こんにちはこんにちはめでたいさんクッキーありがとうねー海外海外か行ってみたいないつかはようはよう。 のイベント、ね、えっねえね、本当に写真集のイベント研究生もだし正規メンバーさんもだけどすごい接戦だったみたいよねね本当ねどの先輩のを見てみたいです「こんにちはこんにちはチーズをじゅは食べたいお仕事で確か行ってみたい!」。 こんにちはこんにちはチリ細いとこだよねめっちゃめっちゃピーってとこだよねこんにちはこんにちはわたあめさんクキありがとう行ったことないね海外は留学とかも特にないし アルゼンチンの音ないか。ほうほう。アルゼンチン国境、国旗なら思い浮かんだ。イタリアブーツみたい。ああ、あるね。ダーメンさん、えーと、チョコポップ、ありがとう。ね二点五期さん、本当に。ねどなたが出されるんだろうね。海外のストリートピアノ、え、いいね、なんか。 YouTube とかにたまに流れてくるストリートピアノを海外で弾いてたらそのまま一緒にマンしたみたいなあの素敵だよね言葉は通じなくても音楽の力ってさ大きいからやっぱり通じ合えるよね素敵だよね <laughs> そう本当に私はあかりあかりさんあかりさんの 楽しみだね海外行って撮るって本当に素敵だよねそう充実出せるかなそんぐらいまで頑張ろう <laughs> そう音楽は世界共通だから言葉が通じなくても音楽で人は繋がれるからそう昔からおじいさんクッキーありがとう昨日も来てくださってたよねあ、はらみちゃんさんわかるよ素敵めっちゃうまいよね本当に 右コピでなんてあんなすぐに聞けるのかわかんないこんにちはこんにちはねえそうなのよあきおさんクッキーありがとうねえすごいよね私は右コピはできるけどそんなにそんなにすぐ もう急に両手で弾いたりとかアレンジすぐつけたりとかできなくて本当にちょっとずつ合わしていく感じだから全然本当にすごくないでも絶対に ST48 入ってから耳が良くなった音を取れるようになっためっちゃ渡辺さんクキーありがとう修学旅行もそうだね海外ではなかったね高校の修学旅行は 飛行機の料亭だったけど「タアメさんありがとう」だけど中学の中学はうん違ったしね大草原が似合いそう <laughs> 中学は中学は大阪行った大阪と三重 だっけ行ったかなそう伊勢神宮とユニバに行きましたねなんかコロナとかでいろいろ変更されたりしてたけどねそう本当は2泊3日が1泊2日になったりとか場所も変わったんだっけないろいろあったんだけど最終的にはユニバと三重に行きん伊勢神宮に行きましたユニバでの時間なんか 時間制限が短かったのが悲しかった伊勢神宮では赤服をたくさん買いましたワイズさんクッキーありがとうわあもうこんな時間もう本当何時までも配信できちゃうダラダラするのは良くないんだけど話してるの楽しいからそうまだできちゃうそうそうユニバいいよねね、サきセたまに言ってるよね アンナさんと卒業までに行きたかったんだけど予定が合わなくて行けなかったの京都奈良はね小学校の修学旅行で行った修学旅行見ええでも本当は変更された後に見えになったからそう元はどこだったっけな元は他の場所やったけどコロナ禍だったからやっぱり制限があって見えになった変更になった。 こうちゃんくきありがとう伊勢神宮ねいいよね素敵おみくじとかも弾いたな確かグループに入ってそう音楽の完成はねそう本当に <laughs> そうなのバスだったねそうだね私バスだったコナンのこら空てたかよく修学旅行来てたえー、その中にもしかしたら私がいたかもじゃ山新さん三重だもんねだってもしかしたらその中のねすれ違った 一人が私だったかもひなのさんチョコポップありがとう赤く美味しいよねユニバそうアンナさんのイメージ強いよね年パス持ってらっしゃったからそうなのそうなの近場にね川さんクッキーありがとうユニバ行きたいな行きたいな行きたいなあでも今度あれかもユニバとは限らんけど私とイチゴとひいちゃんとユーナで四人でどっか行こうよって話してたから ユニバっていうのもいいな、そう行きたいな、ねえアンナさんと会いたいよ本当に、ねえ会いたすぎる、ラインではもうほぼ毎日、最近ほぼ毎日も会話してるんだけどやっぱり会いたいんだよね、会社行ったことない、いユニバー私何回だろう、三三四とかかな多分。 修学旅行はして「ユニバー」で好きなのはスパイダーマンとかが好きかなハリポタも好きなんかなくなるよねハリポタスパイダーマンなんだっけはんなんかなくなっちゃうよねなくなったんかな最近かななくなったんかなくなるんかねなんか人気のなくなるよね誘ってくださいあスパイダーマンか今。 ハリポートがスパイダーマンかどっちか忘れちゃったけどそうねなくなっちゃう松阪牛松阪牛美味しいね美味しいねそうかな悲しいのなくなるまでに行こうねって話してたんだけどあれいつまでだっけもうないっけどうだろうねえそうマイティライしてるあんなさんと。 かわいあいナ,ナさんかわいい卒業後もかわいい卒業前もかわいい卒業後もとてもかわいいスパイダーマンか悲しいねスパイダーマン好きだったから私あとあれも好き名前がトイ・ストーリー・マニア」も好きあれは小学生の時からユニバ行くと絶対行ってた とどの辺にあるんだろう知らないねゆうとさんくきまくさんくきありがとうえこのなんて言うんだろう広島とか岡山山口とかの辺でさ遊園地とかさアトラクションがあるのってどこがあるかなシンさんくきありがとうアンナさんのアンピーのピーはプリティとかいろいろ何個か意味があるよあスパイダーはもう終わっちゃったの マジかそう、終わるまでに東京ちゃんと行こうって話してたんだけど、あ、待って、ディズニーだわ、トイ・ストリーマに。<laughs> この間ディズニーだから、ミスってた、ディズニーだ、ディズニー。マクさん、クッキー、ありがとう。あ、福山にあるんだ、そっちの方にあるんだ。福山、お話会に行ったね。そう、駐車場の P はいまだに私反応してるから。ハウステンポス行ったことあるね。こんにちは、こんにちは。 あ、メンバーも言ってるんだああここマックさんのこれなんだっけナイトんとかハイランドえー、っとって名前が出てこんここ前調べたのにここあれだよねバンジーがあるとこだよね岡山のなんだっけなんだっけこの漢字読めなくなっちゃったこの間読めたのに <laughs> ええー、漢字前読めたのに読めなくなっちゃったからちょっと待って 和集山だだそれだ和集山ハイランド先輩方がバンジー飛んでるとこだよね,ねあアンナさん X ね鍵はかけたけど残しちゃうから香川香川レオマワールドへーそんなとこもあるのね和集山ね和集山和集山和集山 わしゅーわしゅうだんバンジー飛んでる先輩ってどなたがいたっけ結構飛んでるよねえ香川のレオマワールドっていうのはどういう感じのなんだろう何があるんだろうそうスケート場がある素敵スケート場スケートちょっとだけできるから 12月に行ったから人生外すけどちょっとだけできるからえでも結構私多分才能があるはずお相撲さんが行った <laughs> あ四国観光大使で行ったことあるんだへえそうなんやいいね私もじゃあい,いつか行くことあるんじゃない <laughs> レセアチャ44さん <laughs> ドラゴンのアイコンの方クッキーありがとう 明治のセントラルパーク、サファリーパーク同時に、えー、すごい、それもあるんだ。夏に行ったら、えー、何、あれかな、水系のアトラクションがあるのか。スカイサイクル、なんだ、それは。えー、長島、確かに、長島スパーランドみんな知ってる <laughs> 長島行こうや、長島。富士急も行ってみて、私。富士急ね、 この間、あの、あれあったよね。先輩方のバスツアーで山梨行ってたよね。富士急行ってみたい。レゴワールドあるね。懐かしい。うん、あるね、あるね。そう、私は、私は長島スパーランドをじゃあおすすめしようか。そう、岡山の和州さん。 そうな長島長島はホワイトなんとかだっけなんかいろいろあるでも名前が最近言ってないから出てこなくなったけど最後に言ったのが中2か中3の時に言ったよ長島は小学生時代も何回も言ったことあるし徳さんクきありがとう何があったっけなホワイトなんとか ホワイイトタイガーなんだっけイトなんだっけなんだっけなんだっけとかなんかめっちゃぐるぐる回る緑のやつもあるしあでも一番あスチールドラゴンってお母さんから来たスチールドラゴンあるねアンパンマンミュージアムと隣だっけアンパンマン何があったっけなでもいろいろあったよ えー、ホワイトサイクロンかホワイトサイクロンかホワイトサイクロンとか乗れちゃう乗れちゃうジェットコースターとかも大丈夫お化け屋敷とかも大丈夫な人だから木で作ったジェットコースターそれはどこだ置いた なんかでもねえでも日本で一番さ絶叫系置いてあるのってどこ富士急かな長島は長島でいろいろあるけどでも知名度はそこまでないんかな富士急に比べたらやっぱり何者系はね大丈夫だいぶ木星のは長島あ白芸か木星のがええー、白芸か白芸白芸 富士急かやっぱり一番高低差があるジェットコースターああ確かに確かに一番高いなん一番日本で一番高い高さが高いのはあのー、バンジージャンパーは岐阜にあるけどね富士急 A じゃないかあ A じゃないか富士急私行ったことないかな多分行ってみたい 自分とか止まろう <laughs> そう長島ね長島はね全然車とかでも行ってた友達に乗せてもらったりとか友達の家族と一緒に行ったのええ私富士急えでもお母さんが今あるよって来たけどいつ行った富士急いつ行った記憶にない多分小学小学生とかなんかな ポン酢さんクッキーありがとう後ろ向きえ後ろ向きも全然いけるいけるし落ちるも大丈夫雪に埋もれてるやばい <laughs> あ,<ー笑>そうあ小学生の時に行ったらしい富士急え私何乗った富士急で <laughs> あ修学旅行でねいいねいいねあね桜坂さんがフェスをしてるね してるしてるえバンジーねシチもだし乃木坂さんもだしヒット祈願とかで飛んだりとかもあるしね命がけ不士給 <laughs> そんなに山から落ちぬくめるえー、そうなんやえー、バンジーねバンジーえ 115万超えてす,すごお母さんねでも配信9割以上見てる気がする見てないことないんじゃないかなほとんどんよっぽどお仕事じゃない限り見てるたまに朝配信見れなかったって言ってるけど職人バズれでああバンジーか確かにバンジー飛んだらどうバズると思うどう思う <laughs> どうかな バンジーはね多分飛べるよ私うんなんかねそうあんまり恐怖心とかがないタイプだから <laughs> そうでな,なんて言うんだろう、うん、何事も意外とへっちゃらなタイプだからいけると思う。 お母さんから意味わかんないこと来たお昼うちはバンバンジーって来たんだけどどういうことバンバンジーね岐阜のバンジー飛びたいねせっかく飛ぶなら一番高いとこが飛びたいよね <laughs> ひなさんごかさんえねえされてるよねもしちゃんハートミミさんクッキーありがとうヨトさんクッキーありがとうバンジー飛んじゃう <laughs> スカイダイビングも全然いけちゃう 恐怖心ない大丈夫かな確かにねあの坂道さんと同じケイマックスさんがされてるからねいつか来るかもダジャレそうバンバンジーできたけどどういうこと私には伝わらなかったモスちゃんチョコボープありがとうどういうことダジャレってバンバンジーって何バン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 ってことどういうこと ヤマシンさんクッキーイハクさんクッキーありがとう2万8000待って高いそれはそれは高いかも話が変わってくる <laughs> 企画でならいいけど個人的に行くのはちょっと厳しいねバンバンジーは何食べ物食べ物何ですかそれはバン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 さーああ確かに確かにそうバンバンジー料理 中華料理見れば見ればわかるかな鶏肉にごまだれの料理ああんならわかる美味しいやつだ鶏肉好きだしお肉は一番鶏肉が好きバンジーとねバンバンジーをかけたのねでもバンバンジーがわかんなかったのわ <laughs> かった鳥とごまごまのねわかったわかった。 ね、バンジーかなるほどね飛んだことある人いないのかなあのワシーザーもだしそれ以外でもいいけどいやバンバンジー食べたことあるけど名前を知らなかったかもそのどういう料理か聞けば分かったけど。 なんだっけ飛んだことある人いないから2回目だと安いの面白っ三 <laughs> 回じゃ無理本当？高いとこ苦手かなるほどね高いとこ大丈夫って感じきゅうりがあるあっあん。余計あなんかよりよりよりイメージが入ってきたおいしいやつだおいしいやつだお母さん作ってくれたや いとこと全然大丈夫夢の中でかなるほど夢の中でねなんか落ちてる感覚に落ちるときってあるよね何何現象っていうか忘れたけどあるよねあるある,ある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 バンジーね値段するねなぜひひ確かに何かここまで来たら確かにここが 1> 1万超えるまでやっちゃおうそうそだね全然もう本当にもうあの予定なし人間なのでちょっとでもチェコの材料だけ買いに行きたいけどうんとハブさんクッキーありがとうハブさんサグラか <laughs> 東京タワースカイツリーどっちだっけな東京タワーとスカイツリーと私は16歳か17歳ほんと最近まで私はあのー。 同じものだと思ってた <laughs> あの夏に初め,初めてどっちだったっけな登ったんだけどそれまで私東京スカイツリーと東京タワーって同じものだと思ってたからよくわかんないけどどっちかは登ったことある <laughs> どっちかがあるよどっちか登ったことはない遠くから見たのかんなんだっけあんたさんありがとうそう東京タワーと東京スカイツリーを同じものだと思ってたから私途中まで。 この夏までね17歳の夏17歳か10誕生日ぐらいまで同じものだと思ってたからやばいよね今考えるとお化け屋敷全然平気長島のやつ行ったことある佐藤さんクッキーありがとう赤い骨組み赤い骨組みのやつ前見た見た見たヤトンさんクッキーありがとう そう東京タワーとショック東京使いスカイツリーが同じものだと思ってだって東京なんて本当に行く機会ないから今はもう分かるなんで別物か気づいたかなんか東京にな,なんでだっけでもその東京に夏ごろに遊びに行ったからそうそれであのねその時かな確か。 東京タワーースカイツリー武蔵,武蔵うわ武蔵食べた武蔵食べた武蔵のさ唐揚げ唐揚げお弁当好きなんよめっちゃたまにねあのお昼が武蔵だったりするんだけど武蔵って私さ自分でなんてお母さんに買ってきてもらうことあったけど自分一人で買いに行ったことないけどどんぐらいどんぐらいで買えるんだろう 学力テスト学力テストの結果木曜日楽しみにしててください本当に順位が出るので武蔵美味しいよねそう17の夏 <laughs> あれじゃん日暮らしの声の16の夏じゃん <laughs> そうなのあれね仕事話してたんだけど何て言うんだろうあれをやってるのがサっチーりょつんさんえっ、ー、とひーちゃん えーっとリア忠なんだけどリア忠とリオツンさんに関してはまだ15だから16の夏を過ごしていませんって <laughs> 16の夏を過ごしてませんけど16の夏ってやるんです <laughs> そうなんですよツリーの高さたまに出るよね問題ででも今回のはなかった学力テストではい,いかないぐらいあ ならいいね。わ。食べたくなってきちゃった。武蔵武蔵いろんなとこあるよね。トラサボさんクッキーありがとう。お仕事えー。頑張ってえねえ。今日、清水さんが18歳のお誕生日だよね。そう。富士山高さも出るね。出る。うん。<laughs> 前まで言えたんだけどな。前まで言えたんだけど。 現場でよく出るそうあ千1100とかなんかなるほどね若鳥のだと1100円なのなるほどそう3七7六高っ高ちょっとずつ変わったりするらしいじゃん高さがなまずスタジアムもうんうんうん 直って読のかかななここれ食べたことあるかなどうだろうあー岡田奈々さんあの AKB さんじゃなくて岐阜出身の方で確かに岡田奈々さんっていらっしゃるけどもうお誕生日らしいよ綺麗な女優さんだよね岡田奈々さんほんとに字がおんなじだよね みんななろうあその覚え方私も聞いたことあるかもあーなるほどねあったよそんなののりさん書きありがとうみんなな,な,るなろみんな習おうとかあー人によってちょっと実違うよね こんにちは目が乾燥してきた <laughs> こんにちはそうだ今日から3 0三百一1日目の配信だ今日はやばもうほんと365までだいぶ近づいてきちゃったなんかさすごい私的に気にしてるというかさ どうにかならないかなとかまあどうしようもないんだけど思ってることがあって毎日配信についてあの同期のかなうもねあの初期の時から私一緒で毎日配信してたんだけどねそう途切れちゃったみたいでそううんしょどうしようもないんだけどねうん。 毎日頑張ってたからからなちょっと悲しいいい国作ろう鎌倉幕府ピッキーさんクッキーありがとうそうチケットも多分ね昨日だっけなルームをしてないかなって見てみた時にそうもう日にち消えてたからチケットも使っちゃったのかって思ってそう本当に今はかなが元気に。 戻ってきて一緒にまたお話できることがそう楽しみです早く早くね会いたいね今チケット3枚あってでもうちょいでもう1枚もらうから4枚になる現状は3枚あるそうなの いやチケットねまだもらえるのなん,かなんかもらえないみたいな夏ごろだっけななんかなってたけど結局なんかもらえてるんだよね結局そのコロナかなんかのやつがあるからなんか結局もらえるようになったの今もそうなの私も謎だったけどもらえるようになったの結局なくなるみたいなメール来てたのにね「ヤマトさんクッキーありがとう」そうなの期間限定かと思ってた私も かなおもね多分持ってたんだけどそれを使い切っちゃったんだと思うそういろいろねあるから小林さんクッキーありがとうこんにちはこんにちはえかなに私も早く会いたい会いたいな同期に会いたいもうだってさ昨日の夜ねカレンダー見たらね りさこと一緒にいるのもあと2週間になっちゃって次の次の日曜日でもさよならだから寂しいそうチケットをもらえる代わりにまあ無理はしないようにって感じそう上限はマックス10枚までしか持てないねえさわやく食べてほしい食べててほしい エサ子会いたい今度のオンラインも会えなくなっちゃったしあそれは次のオンラインが18日だったっけなあるんだけど18日はちょうど ST48 さん研究生のショールームオーディションの最終日からちょうど1年だからこれはちょっとちょっとねあのせっかくなら 私がオーディションの時のなんか顔写真みたいに出るじゃんあの時に着てたお洋服着ちゃおうかなって思ってあの青のさわかる青のニットなのかなあれはそうあれ着ちゃおうかなって思う次の18日が記念日だから18日が ショールールムの最終日で19日が最終オーディションだったんだけどあの青いやつ着ちゃおうかなって普段私お話し書いて事前に何着ますとか言わないタイプだけどせっかくなら行っちゃおうかなって今回はちょうど1年だからねかなう不安大丈夫かな レッスンとかがね今ちょうど東京公演がここ最近あったからそれで東京公演の子だけだったりしたからそうそれでね会わなかったのちょうど1年なの八乙女さん星ありがとうあ僕とち行ってくるんだ23多分私も行くうん確かに毎日配信がねまたできたらいいよねそうまたあの青のクッキーよねって思ってる山新さん茎佐藤さんクッキーありがとう そうだねーもうそろみんなと会えるかな私も。ふッカさん、えー、チョコポップありがとう。わかるかなオーディションの時の私が顔写真あの写真が出るじゃんあれで着てた青の服を着ようかなって思う懐かしい。 すごく懐かしい1年って早いな1年前の今頃もさそのショールームのオーディション期間中だからショールームすごい頑張ってたから1年後も今キャンペーンとか写真集のイベントで頑張ってるってなんか不思議な感じだよねもちろん卒業まで続けるので私は「<laughs> ショールーム」これからも是非見てください 前席私だったら <laughs>。やばすぎる。一緒にペンライト振ろうよ。メッシさんの卒コンのレッスンえー、今日から始まる噂があるの？そうなの？全然知らない <laughs>。全然知らないだね。でも私そろそろだと思う。確かにね。毎日ドキドキだったよね。その。 なんてな二期生さんとかみたいにすぐその場で分かるわけでもないしお礼配信があったわけでもないからさ応援してた子が受かってるかってすごい不安だよね4月のお披露目 TikTok 出るまで私もそうちゃんと受かってるから会いに来てねって思ってたもん会え <laughs> たらいいなって思ってたもん 3期の加入加入1周年はそう、全員で過ごすことはできないけど最終オーディション最終オーディションがあってその3期が合格ってなった日はまだ14人がいるから嬉しいペンライトはピンクしか光りませんずっとそうしてください そう当たり人前してて一人あそうだったのねねオーディションすごかったねオーディションの時も最後の枠が確かにアーシャからだいぶみんな変わったと思う本当にそれはもう,そう TikTok で発表もね新しかったよね みんなほんとこの1年で可愛くなったよねもともと可愛いんだけどゆうゆうゆうさんありがとうそうだオーディションではよく岐阜のことをお話ししてたね岐阜出身って珍しいからコスプレもしてたしねえ懐かしいな1年前2月12日ピンクの服着て寝込みつけてるピンクの服あるけど着ちゃおうかね 迷うんよね私14日がなんとか配信できそうだから夜14日の日に,にピンク着てもいいなと思ってたしバレンタインポイントでもクッキーの最終日だからあのフォーチュンクッキーの衣装にするか制服前来たからなあの昨日来たからピンクの制服にするか迷ってて。 フォーチュンクッキーってせっかくあるからフォーチュンクッキーにしちゃってもいいよなって思うで十オーディション最終日の18とかにピンクの制服とかにしちゃう最終日してたから私ピンクで岐阜について語る配信ねしてたね懐かしいパンタさんクッキーヒヨニーさんクッキーありがとう14日のそう衣装を迷ってる フォーチュンクッキーかなやっぱり <laughs> いろんな曲歌う予定だけどえお,お菓子の家そうあれ探してるんだけどないんよどこにあってもほんとにない欲しいえー、そうアンナさんがねコスプレをたくさんくださったからありがたく使わせていただいておりますほんとに14日はフォーチュンクッキーにしようかな かくクッキーって美しこんにちはこんにちは。ことさんクッキー、ポン酢さんクッキー、ありがとう。お菓子のお家はあれはなんだっけな名前が出てこあのクマさんがいるなんか種類がいっぱいあるさあのお菓子の家があるんだけど。そうそれで作りたいけど売ってないの。ハンズとかロフトとかあ確かにロフトとか置いてありそう。 意外とスーパーパにあったりもするしあれは私どこで買ったんだっけあれは確かねドン・キホーテで買った。あブルボンかブルボンのやつだ。ブルボンのあのチョコのお家作った去年は。去年は確かね大,大好きじゃない。<laughs> ドンキで買ったからドンキを見てみても。でもこの間ドンキいたけどなかったんだよね。ちょっと探してみようと思います。あったらそれをしよう。ってことで嬉しい。今ちょうど。 1>, 1万を超えたのでここが。今日は終わろうと思います。あ n700 さくらさん大好きたくさんありがとう。ハートハート、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 ハート。ート <laughs> ありがとう。じゃあランキング17から読んで終わりましょう。17回いきます。プチクマのお菓子のお家ってやつらしい。プチクマのお菓子のお家ってやつらしい。え、あるかな？どこにあるんだろう？あれ。 去年ね、その時に「来年もし受かってたらもう一回作ります」って言ったから作りたいなチョコのおうち懐かしいチョコのおうちねあれは自分もちょっと食べたけどオーディション前だったしそう 体型もあるしお肌もあるしで自分はほとんど食べずに弟とお父さんが食べたかなかさからドンキなかったって来た今年は売ってないんかなまた別の探してみるちょ,ちょうどさっき無印があるみたいな話を聞いたからちょっと無印見に行ってもいいよね無印見に行っちゃおっかなそうブルボンそう ののお菓子の装去年はそれを作ったの屋根にチョコペンで文字書いたりした <laughs> 懐かしいなそうそんなこともしましたよちょっと伸びちゃったけど誕生日しよう行こうじゃあ17からいきます17位みんみんさん収録おまじるアとト つまみんハッシュタグユニアワシュレモテクイニさんありがとう !15 オタンとおつまみんさん14イワンダさん13イマカトおつママミンさん指復活ああよかった <laughs> 指指温存してね <laughs> 12パンズさん11福太郎あとやみずさんトップ1 0十0イディスさん9イサトさん8よしみさん7イヤクさん

この間新幹線ちょうど N700S だった <laughs> ありましたね新幹線一番最後に乗った新幹線が確か N700S でした <laughs> っていう話すごい盛り上がり1時間40分ぐらいしたのかすごいうれしい,嬉しい この間まで1万超えたことなんてなかったのにさあき3日連続みん今日と昨日とあのあれ9の日あの写真集日の最終日とここ最近あの1万をたくさん超えてて嬉しいです <laughs> ありがとうございます。 ということで、じゃあ次の枠は14時50分からのスタートです。4時間後とかですね。そう、ぜひ来てください。そこの枠では夜配信に何をするか一緒に考えたいのと、あとは14日最終日、このキャンペーンの最終日の日割りをどういう感じにしようか一緒に考えてほしいです。よろしくお願いします。ってことで今日は、 この辺で一旦配信は終わります。次枠もぜひ来てください。終わります。ありがとう。バイバーイ。じゃあねー。ありがとう。次枠も。あと、クッキーを本当にたくさんありがとう。こんばんは。差を広げていきましょう。よろしくお願いします。ってことで終わります。バイバーイ。